皆さんこんばんは。今日は、お集まりいただきましてありがとうございます。感じですけどございます。3回目歌声始めたいと思います。じゃあまず1曲聴いていただきましょう。この曲から参りたいと思います。題したライブもですね、今回で、3回目でございますね。今年からですね、ご縁をいただいて、毎月ここでミュージックメソッドでね、僕がライブをやらせていただけるということになりまして、1月、2月、3月ということで、中にはですね、これがまたありがたいんですが、3回ともね、来ていただいている方もいらっしゃるんじゃ、ちなみに今日で3回目、毎回来てるよという方いらっしゃいました。拍手いただけますか。数少ないけどいますね、はい。ということで、僕もね、メンバーの2人もですね、まあね、飽きさせないようといいましょうか、結構曲をですね、入れ替えておりまして、いくつか重なってる曲はあるものの、今日は今日でね、また新曲という、はい、すごく古い曲なんですけども、大体はね準備しておりますので、ぜひね、まあ、世代的には皆さん
ドンピシャなんで、ご心配なく、あの若者にしか分からないような曲はやりませんのでね、はい、曲数もそこそこはあるので、はい、僕の、自己紹介とかそういうものはですね、そこそこにしてまず、いきたいと思います。じゃあ次の曲はね、最近こうすごく、春めいてまいりまして、やっと冬もね、終わったなという感じがあると思うんですが、ということで夏の曲を聴いていただきたいと思います。ちょっと季節ね、先取りしておりますので、ね、聴いてください。何も言えなくて夏。ワン、ツー、スリました。何も言えなくて夏ということでね、今回のライブ、まあ、このライブの投資のタイトルなんですけども、まあ、歌声というタイトルをつけてまして、これを僕考えた時に、やっぱりですね、こう歌を、まあ、聴いていただきたい。当たり前のように
聞こえるかもしれないんですけども、ね、やっぱ歌、歌というのは、まあ、主とメロディーからなるわけですけども、その歌詞もね、やっぱりこういいというか心にグッとくるような曲を中心に選曲したいなという、思いでやっております。今はね、何も言えなくて夏も結構ここにいる、すみません、僕もあのプライベートを知らないのであれなんですけども、多分グッとね心に染みた方いるんじゃないでしょうか。男と大人の男性と女性の、すれ違いをね歌った歌でございます。はい、私にはスタートだったの、あなたにはゴールでも大丈夫ジミちゃん、ね、まあそういうことございますけど、男性と女性では、ね、結構いろいろ恋愛とかね、考え方が違うもんでして、まあ、そんなようなことを歌った歌かなというふうに思っております。ということで改めましてですね、そうですね、さっきあの拍手もいただいたんですけども、じゃあ逆に今日ですね、この川西圭介、そしてこの3人のライブ歌声初めて、来たよ来られたよという方、ちょっと拍手をいただけますか。多いですよね、嬉しいですね、3回目でね、なぜなら分かります、今回ね実は3回目にしてちょっといろいろ何でしょうね、あの初めてこの客席のですね予約がちょっとなかなか、出足がスピードが遅くてですね、このままだとちょっと今回満員にならないんじゃないかなというふうに思っておりましてですね、でみんなで、なんかまだまだ席あるよ来て来てと言ってね呼びかけたら、このように来てみたらこのねこんなに来てんのかよって皆さんねちょっと騙されたような ね来てやったらこれからと思う方もいらっしゃるかもしれませんけどもね、まあこういう感じでやっておりまして、まあ、今回も3回目もね、はい、1、2回目について、満席ということで、ありがとうございます、本当皆さん感謝しております、ありがとうございます、ではじゃあ今日も、今日はですねちょっとやっぱり、こう春が来たということで、こう、まあ、ラブソング、ねを中心にやろうかなというような、テーマがございます。ということで次の曲はなんていうかな、いわゆる超超大メジャーヒット曲ではないのかもしれないんですけども、先に申し上げますと、福山雅治さんの曲で、まあ、非常に名曲なんですが、もしかしたら福山さんファンなどではないという方はですねご存知ないかもしれないんですけども、ぜひいい曲なので、聴いていただければと思います。スコール聴いてください。嘘みたいに綺麗な空、そんな風に微笑むから、いつの間にか嬉しくなるよ、ちょっと大きなあなたのシャツ通した袖をつまんでみたら、今私恋をしている、悲しいくらいもう隠せない、この切なさはもっと一緒にいたい、二人でいたい、叶えてほしい夏の憧れ、探してたあなただけ、汗をかいたアイスティーと取りすぎたポーラロイド写真、あんな風にはしゃいだから、帰り道は寂しくなるよ、
夕焼け迫る駅のホーム、手を振るあなた、遠くなってゆく。私恋に落ちてる、苦しいくらい、もう隠せない熱いときめき、ずっと巡り合うこと、夢に見てたの、わかってほしい夏の憧れ。And I turned away, so I need you福山雅治さんの、スコールという曲でありますね。またこれもちょっとね、夏の歌詞になりましたけども、大丈夫ですか？あのなんか暑くないですか皆さん僕結構暑いけど大丈夫、ということでね、はい、いやいや、本当ですね、今日はなんかね面白いんですよ。1回目2回目3回目やってきてですね、さっきも今日初めての方が多かったんですけども、客席もなんかこういろいろね、入れ替わりがありまして、今日はなんとなくですね、こう男性比率の高さを感じられるんですね特に後ろの席のですね、はい、男性方、僕と同世代のね、もし男性方のこう、はい、圧を感じております、はい、だから僕の、ね、知り合いもいればですね、僕のことをご存じない方、ね、まあ、ミュージックメソッドにはねよく来てらっしゃる方もいると思うんで、簡単に言いますと、私川西圭介と言いまして、はい、50代、半ばになります。ね、もうバリバリの昭和、40年代前半男でございますけども、もともと何でしょう、本業といいましょうか、ずっと生業にしてきたのは自動車とかオートバイとか、そういう乗り物のですね、雑誌を作る編集者というのを30年近くやってきました。カーグラフィックとかね、ナビとか言って車好きな方ならお分かりになるかもしれません。そういう雑誌を、作っておりまして、まあその傍らといいましょうか、音楽が好きで若い頃からバンドをやって、ね、若い頃はもうプロになりたいなと思いながら、まあ、箸にも棒にもで、ね、まあ、その後は音楽を一つの趣味として、活動は続けていたわけですけども、50を過ぎてからね、まあ、いろんな人生の紆余曲折がありまして、はい、音楽を改めて真剣にやっていこうと。で、ご存知の方も、いると思いますけども、ね、初めての方はびっくりしちゃうと思いますけども、武道館でライブを、自分が50代のうちに、あと僕5年あるんですけども、50代のうちに武道館でライブをやろうということを思いついてですね、それをもう結構世の中に対して思いっきり発表してしまっています、はい、ね、
そうなんです。だから僕のことあの知ってる人はもう僕のことをね、武道館おじさんだと思ってるんです。方もいらっしゃるんです。まあそういうことを公言してねやって、はい、今のところは、はい、今日はここ20数人なので、あと武道館までそうですね、7970人ぐらいですかね、はい、もうちょっとですね、そうですね、もうちょっとですよね、はい、ということでやってますので、まあまあまああとね5年ありますし、はい、5年あれば地球に何が起こるか分かりませんね。あの私は武道館に、立つ日もきっと来ると思いますので、ぜひね、まあここで、出会ってしまったので、そんなことを言ってるね、男がいたということで、一つもう応援していただくしかないんで、ね、今日はの、歌を聴いてですね、あの、まあ、ちょっとでも、よかったなと思ったらぜひ、ね、引き続き応援していただければと思っております。川西健介でございます。よろしくお願いします。はい、そしてもちろんね、ギターのノブさん、そして、キーボードのノブ太さんも、ベテラン、そして訳あり、ね、ミュージシャンでございます。訳ありかどうか知りませんけども、訳ありです。はい、まあこういうねベテランなんでいろいろ紆余曲折百戦錬磨あったと思いますが、ご縁があってですね、僕と一緒にこう演奏してくださると、もう本当に100人力でございましてね、ギターもキーボードも安心して僕は歌に、専念させていただいています。ということで、じゃあここで、前半のもうちょっと真ん中過ぎてきました。今日はあの前半後半があって真ん中に、休憩時間があります。で、なんで休憩時間を設けてるかというと、やっぱり換気タイムとか休憩タイム、そしてこのミュージックメソッドからどんどんバンバンお客さんに酒を飲んでいただきたいというですね、あのいただいてますので、休憩の時に必ず皆さんね、あの飲めや食えや騒いでいただきたいと思いますけどね、よろしくお願いします。じゃあここで、そうですね、まあちょっと僕らのやる曲の中では比較的新しめでは新しめなんでしょうか、新しくもないか、ミスター、チルドレンという、はい、超ビッグバンドがありますけども、そのミスチルの初期のデビュー曲デビューして間もない頃、の曲を1曲聴いてください。抱きしめたい。Yeah.
はしない。狂えそうな夜に声を潜め君と指切りしたあの約束忘れてやしないよ。心配しないで君だけを見ている。もしも君が泣きたいくらいに傷つき肩を落とす時には誰よりも素敵な受け止めて行きたい。ずっと二人でね。抱きしめたいで、ありました。ということでね、こちらミュージックメソッド、この南行徳のもう老舗のね、まあ、音楽の何でしょう、発信地と言いましょうか、音楽教室ね、それからミュージックバー、まあ、居酒屋さんなんかもこう併設していたりあるわけですけども、僕もここのね南行徳の地はですね、そうなんです、僕千葉県育ち、千葉の船橋市の育ちでありまして、もう高校生から大学までずっとこのね東西線を使って、7年間通っておりましたが、南行徳にはですね一回も降りたことがなくてですね、あのこの今年になって初めてね、あの降りたんですが、いやすごい、何でもあるね、あのまあ食べ物もそうですし、マックもあるし、ドンキもあるし、カラオケもあるし、ね、なんて言うんでしょう、東西線の駅って僕も他の駅してるんですけども、あの大体こうメトロってね、駅のこう高架の下に全てが収まって、あそこはですねもうあの何て言うんですか、雨でも気にならないしですね、非常になんかこう、ね、懐かしい。僕の頃はメトロって言ってませんでしたね、営団地下鉄って言ってましたよね、はい。で、僕の住んでる北奈良市のというところにあるんですけども、僕はもう学生の頃からね、ずっと自分の橋から北奈良市のに、電車が来るようになってくるくる詐欺で、全然、僕がもうすっかり千葉を離れてからですね、東洋高速鉄道がつながったんですけども、まあ、そんな、ね、懐かしい、馴染みのある土地にね、馴染みのあるとか改めてこういう馴染みをいただいてですね、非常にありがたく思っております。暑いな、はい。はい、じゃあそろそろですね、ファーストステージが前半戦の、締めに向かっておりまして、ここまでね、しみじみやってきましたが、このまましみじみ最後まで
終わるわけにもいかないので、はい、ちょっとここから、やや盛り上げていきたいなというふうに思いますので、皆さんもね、ぜひご協力をいただきたいと思います。次やる曲はですね、先に言いましょう。斉藤和義さんのずっと好きだったという曲なんですが、これもね、僕ら世代とか多分来ていらっしゃる方は分かっていただけると思います。久しぶりに同窓会をやりました。中学の同窓会、高校の同窓会、小学校かもしれない。そしたらですね、気になってた、その頃気になったあの子が結構綺麗になってたと。でこう、ちょっとね、みんながこう跳ねた後に声かけちゃおうかなっていうですね、そういう、男の下心を歌った歌でございます。聞いてください。ずっと好きだった。ワン、ツー、シック。ずっと好きだった
ということで、ね、やってまいりましたが、まあ今日はそうですね、初めて、ね、来てくださった、方も多いので、まあちょっと前半戦は挨拶代わりという感じでね、やらせていただきたいと思いますが、はい、後半からますます盛り上がってまいりますので、楽しみにしていただきたいんですが、歌声と僕がこうこのライブを名付けた、まあ、意味合いというのに、何回も言ってるんですけども、やっぱコロナでね、演奏する側も、歌を見る側もやっぱ苦しんだ3年間がありまして、まだまだ、ね、全面的に、全てがクリアになったわけではないですけども、やっぱりなんかみんなこうやって一緒に音楽を生を楽しむということをね、あまり、まあ、心置きなく躊躇なくやれそうな、時期になってきたということで、うん、みんなでまだ一緒にね、大声でわーって歌うところまでいかないけども、そんな気持ちでみんなで一緒に歌いたい歌をね、やろうということでこの、歌声やっております。だから今日3回目でしょ、でまた4回目5回目どうなっていくか分かりませんけども、そうですね、目標としてはちょっとこちらのオーナーには申し訳ないんですけど、もうここには入りきらないくらいのニーズになってですね、もうちょっと大きな箱で全員でも大合唱するぐらいね、年末までにはそこまでね、はい、行きたいと思いますので、皆さんぜひその時は、義務で参加よろしくお願いします。はい、ということでね、じゃあ、前半戦最後の曲になります。多分僕も大好きです、おそらく我々の同世代、大好きな方が多いと思うサザンオールスターズの曲で、締めたいと思います。聴いてください。 夏の日は